まあ、今回の動画はちょっと残念なニュースなんですが、まあ、題名を見てこちらに飛んだかと思うんですけど、そうですね、まあ、8月29日に行われる東京、プロに、まあ、出ないことになりました。まあ、出ないと決めたとかじゃなくて、まあ、出れなくなったんですね。まあ、ちょっと理由を説明すると、まあ、ちょっと遡らないといけないんですけど、まあ、大会のじゃあ2週間前、まあ、すごく調子良くて、その2週間前の時点でも、まあ、過去ベスト、まあ、サイズ的にも脂肪的にもどう考えても今回大会は自分なりにはかなりいい結果を期待していて、ただそのまあ今日から4日、5日前ぐらいからかな、体がすごいだるくなり始めて、でまあ減量中の、まあ、ほぼピークじゃないですか。なので今回の減量はいつもより辛いなっていうぐらいしか考えてなかったです。なのでまあトレーニングも続けて有酸素も続けて、ただ3日ぐらい前からもうそれがすごい悪化して、ちょっと動いたらもうなんか寝転がらないとなんか気絶しちゃうんじゃないかっていうなんかだるさ、その間ずっとまあちゃんと食事とかはとってたんですけど、何も一切妥協せずに、ただ体がもうやばくて、であまりにもなんかその状態が悪化して、ちょっと熱測ってみようかなって、熱測ったら、37.8 度の熱、そこで初めてこれはもしかしたらっていう感じ、例のあれですよ、はい。大概僕は、まあ、37.5 ぐらいの熱があるときはそんなに重い熱じゃないので、すぐにベッドに入って厚着をして、まあ、汗かいて、まあ、次の朝起きたら治ってるというような感じ。ただ次の朝起きたらまだ熱が 37.5 ぐらい残ってて、で大会のもう10日前とかそういう感じじゃないですか。なのでちょっとこれは何か知っておかないと後からやばいかもと思って、まあ、病院に行って、まあ、あの PCR 検査、コロナの検査を受けて、今朝、病院から返事が、まあ、結果が来ました。で、コロナに、かかってます、まあ、陽性っていうことで、なんかずっとこの減量中辛い思いを、なんか僕はその見せ表に見せるのが好きじゃない、なんか意味ないから俺の辛さを見てくれみたいな感じ、やってみないと共感できないことなので、まあ、特に減量中とかは辛いこととかそういう大変なことあってもずっと無感情なスタンス、もうやるべきことをやる、うん、終わったら終わりって感じでずっと頭を修行してきてたので、そのコロナですっていう電話を聞いた瞬間、正直感情はなんかフラットな感じ、あそっかみたいな。で電話を終えて、まあ、考えてみたら、まあね、どれだけの時間を増量とこの減量に使ってね、この大会、しかも今回はものすごく勝てる大会、うん、まあ、皆さんもすごいコメント欄とかで、まあ、言ってくれたりしてるんですけど、まあ、カニキンが勝つとかね、まあそういう応援の声も、まあ、ちょっと批判的な声も全部燃料にして、すごい頭いいとこに あったんですけど、まあコロナになったからにはもう出れないですね。あのその電話を終えて、もうその無感情からちょっとすごい感情的になりそうになって、まあしばらく時間が経って、今はちょっと笑うことしかできないみたいな感じ。すごい自分の中では悔しいという思いも強いんですけど、あとの半分はもう応援してくれてる皆さんとかスポンサーとかに申し訳ないなっていう感じ、まあ、別にその避けられた感じじゃないんですけど、まあ、どうしようもないんですけど、そのかかったのは、ただそのすごい自分にすごく自分が自分にすごい期待してる分、やっぱりそれがこうやって皆さんにも行き渡って、みんながすごい期待してくれてるのを感じてて、まあ前の動画とかでも言ったんですけど、今回の大会は特にその応援してくれてる人へのなんかお返しみたいな大会、わざわざねこういう時期に国内で大きな大会でやるのは、まあその皆さん応援してくれる皆さんがカニキンを応援してよかったなと思わせるための、まあそれを証明する大会で、僕はここでいくらね自分が絶対勝ってたとか、まあ僕がいなければ日本一を決める大会じゃないとか、まあ言いたい、もうほぼもうここで言ってるんですけど、言ってしまってるんですけど、あの正直言葉だけで終わらせてもしょうがない、それが一番悔しい、なんか見せたかった、本当に見せたかった、なんか
ちょっと熱とかっぽくなってもまだ治るかもしれない、治るかもしれないという思いが強くて、ずっと、まあ、大会に出るかのような減量食を続けて、いまだに別に何もチートとかしてないし、っていうか今の段階ではもう味覚が死んでるので、まあ、チートしても本当に意味ない。最初はすごい強い頭痛から始まって、そして、熱測ったら熱があって、で熱のこうやって 37.0 から 37.8 を超えて行ったり来たり一日中で、こうやってじっとしてると全然大丈夫じゃんと思って立ち上がって、ちょっと動くとすごいだるいとかって、そういう感じで、今日の朝からあまり匂い嗅げないってことに気づいて、午前中、朝にね、で今の夜の段階ではもう味が全くできないです。今多分レモンとかかじっても、玉ねぎかじっても何も平気。まあでも減量食食べやすくはなりましたね、ポジティブに考えれば。もう鶏胸を多分ガーってブレンダーでやって飲んでも多分いけますよ。やんないですけどね、はい。今日の時点ではもう大会出れないっていう、もちろん今日から延期、まあ多分保健所から明日ぐらい電話来るとかと思うんですけど、まあおそらく2週間家から出ないでくださいっていう感じで、家族ももちろんみんな、マリちゃんも少し、同じ頭痛とか熱が今日あって、ウェスリーも、ウェスリーも、熱があるので、ちょっと待って、恥ずかしいな。まあそんな感じで、まあなんかその今回 あの僕が最後に大会出たのが、そのプロになった2019年の12月なので、しばらく大会出てないですし、まあ、今回1年半ぶりぐらいに大会出て皆さんに体を見せるのをすごい楽しみにしてました。でもちろん今回出れないということで、まあ、運営側とかにはもう電話で知らせてます状況を、まあスポンサーとかにも、あとまあ僕が直接招待した、まあ、近い方とかにも伝えてます。みんなすごい、まあどうしようもないことだから、まあ、まあ応援してるしみたいな、なんか次に向けて頑張ろうみたいな感じで、まあすごいまあ光栄ですね、そういう人がいて。で、まあなんかこの大会、僕が大会出ると決めたらその大会にも絶対勝たないといけないって、すごい自分の中で大きく作り上げるので、まあ最初の方は結構ショックだったりしたんですけど、まあ今もすでにもう次の目標へ向かってもう動いてますっていうか、まあ家の中で、まあ動ける感じでは動いてます。体仕上がってるんですよ、もう仕上がって、もうステージ立てる、まあ5日間トレーニングしないブランクが今あるんですけど、それが多分トレーニング大会目指すトレーニングを始めて多分一番人生で長いブランクですね、5日間で。それが、今日から2週間なので、まあ、ちょっと家でなんか自重トレとかを、まあ、体が元気取り戻し始めたらやろうかなと思ってますし、次の目標なんか僕はまあ今回のオリンピアコリファイにコリファイしなかったらもう次がないって思ってない、うん、まあ絶対勝つ試合、勝てる試合だとは思ってたんですけど、まあこれからと思っているので、まあ、次の大会、次のプロ戦、そこで勝って、オリンピアコリファーを勝ち取りたいと思います。まあ、ちょっとこの2週間を使って、いろいろとね、家族と時間を過ごして、で家族の時間を過ごすことしかできない、まあインターネットのおかげでね、こういうことができたりとか、まあ、コロナのビログとか、みんな興味あるなら、コロナの自粛中で家でカニキンが何をやるのかみたいな、つまらない動画に興味あるなら、今度はライク。したらまあビログとかも撮ろうかな、うん、まあ最後に、まあ、僕応援するためにチケットとか購入してくれた方、本当に申し訳ないです。まあ素晴らしい選手がたくさん、僕の他にもたくさんいるので、その大会は、まあ応援してあげてください。みんな必死で体作り頑張っていて、誰かは勝ちます。はい、今回は僕は、勝てなかったです。まあ、自分のコントロールの範囲内にないことをこうやってストレスしてても、自分へのダメージしかないので、なんかまあこれはこれで受け止めて、次の目標作り、次の大会へと準備をまあできる範囲内で始めていきたいと思ってます。
皆さん、熱い応援ありがとうございます。皆さんの、応援メッセージとかね、いつも読んでました、読んでます。この動画好きだったら LIKE ありがとうございます。登録しない方は Subscribe よろしくお願いします。必ず今回のロスを、勝ちに変えるので、皆さん期待してください。もう次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon.